賞をいただいた皆さんから本当にたくさんのメッセージを本日はいただきました。会場では皆さんからアンケートを取らせていただきましたので、その中からいくつかをご紹介させていただきます。さあ、アンケートでいただいた感想ですが、お天気もよく陽気な気持ちになりました。おしゃれで楽しめました。面白かったです。明るくて良かった。バラエティに富んだ出展内容でした。そして住んでいる地域の近くでこういうイベントを待っていました。もっと開催してほしいです、といったようなたくさんのご感想をいただきました。皆さんありがとうございました。さて、本日は午後1時からお送りしてまいりました、堺ガールズデイ&キャンドルナイト in 本郷台2015秋、すべてのプログラムが終了いたしました。皆さんお楽しみいただけたでしょうか。ありがとうございます。温かい拍手をいただきました。さあ、以上をもちまして堺ガールズデイ&キャンドルナイト in 本郷台2015秋を終了させていただきます。まだ会場は暗いですので、足元に気をつけていただいて、お忘れ物のないようにお帰りください。さあ、ブースも今片付けをしておりますが、最後にね、お立ち寄りいただいて欲しい商品がございましたらお買い求めいただいて、気をつけてお帰りください。本日はお越しいただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございます。